日本では猫カフェが非常に人気がありますが、これは台湾発祥のものです。台湾の猫カフェが日本に紹介され、その後世界中で広まりました。猫はおそらく人類が最初に飼いならされたペットの一つです。古代エジプトでは猫は神聖視され、多くの家庭で飼われていました。ある研究によれば、猫は飼い主に対して同じニャーという鳴き声で返事をすることがあるとされています。人間とのコミュニケーションの一環として、猫は飼い主の言葉模倣を試みることがあるようです。猫は非常に素早い動物で、秒速 55km 以上の速さで走ることができます。この俊敏な動きは狩りや自己防衛に役立ちます。猫は縄張りを守るために、自分の縄張りに侵入してきたものに対して前足で軽くパンチをすることがあります。これを猫パンチと呼びます。猫の集団を指す正式な言葉はクラウダーです。しかし一般的にはコロニーとも呼ばれます。猫の不思議な行動や特徴に関するものです。猫は独特で愛らしい動物であり、その魅力は様々な面にわたります。